昭和新山国際雪合戦は90個の雪玉を勢いよく投げ合うスポーツ雪合戦の国際大会です。新型コロナの影響で4年ぶりの開催となり、全国から68チームが参加し、今年は初めて初心者の部も設けられました。いつも130チームぐらい集まるんですけど、今回ちょっと60チームぐらいしか、ね、いないんで、まあ、来年以降またチーム数が、ね、どんどん増えていったらいいなと思いますけど。大会は昨日から2日間行われていて、今日午後には決勝戦が行われます。